こんにちは。やっほこんにちは、こんにちは。台風大丈夫？大丈夫。大丈夫ですか、逆に。アロハありがとう。アロハアロハありがとう。ハントもありがとうございます。すごい、なんか新しい新人みたいなギフトもありがとう。広島帰ってないよ。今さ、ホテルで洗濯しててさあのさ、ホテルのさ服着てるからこうやって隠してる洗濯な。はい、ミスカスかな。真珠ありがとう。新幹線ね、止まるらしいね。私はちょっと明日は帰る予定じゃないんですけどね。大変だよね。ホテルになんかランドリーみたいなあるホテル多くないですか。そう、今乾かし中。服そうそう。でホテルはね、移動したんですよ。なんで千穂ちゃんはいなくて一人部屋なんですけど、そうホテル部屋移動しました。なんかめっちゃ後ろがぼやけて見えるうん。観光した？いや、してない。もうそのホテル移動だけ。そう、そんぐらい観光とかしてないですね。一人の部屋にいます。でもさ、台風なんじゃないの？ね。みんなお疲れ。お盆に台風ね。ね、マジでね。本当に大変だよね。愛媛に帰りたいです。実家に。東京さ、お盆になったらさ、人の人口密度減るのかな。なんかみんなさ、どっかから東京に来る人多いじゃん。東京からどっかに行く人もいるとは思うんだけど、どっかから東京に来る人が多いじゃん。だからさ、お盆は人口密度減るのかな。減るんだ。電車結構空いてる。やっぱそうなんだ。いや、そう、減ってるんだね。お正月も減る。そうだよね。お正月も帰るもんね、みんな実家とかに。そうやね。
東京人いますよ。います。電車乗ってみた。え、乗ってない。得意じゃないかも、マジで。私東京行ったら迷子になるんですよ、めちゃめちゃ。本当に電車の数もやばいやん。なんかいっぱいいろんな種類があるやんか。なんかさ、丸で囲っとってさ、アルファベットの書いたさ、なんかわかる、あのいろんな色のやつ。東京メトロ？分からんけど響きが可愛い、メトロっていう。ありがとう、なんかジュースみたいなの。あ、地下鉄なんや。もう何が地下なんかもわからんよね。地下、地下なんみたいな。地下なんですね。もう全然わからん。あ、なんこれ、ペンギンみたいなの、ありがとう。広島わかりやすい。私も広島電車乗らないんですよ、あんまり。乗らん、全く乗らんことはないんだけどね。市電は乗るけど。愛媛地下鉄ないの？え、考えたこともなかったですね。地下鉄ないかも。どうですか愛媛の人。ないよね。え、地下鉄とかってさ、東京と大阪ぐらいなんじゃないの、あるの。ありがとう。坊ちゃん列車はあのあれだよ、地上を走ってるよ。路面電車もある。福岡にもあるよ、地下鉄。名古屋もあるよ、あ、地下鉄。え、広島もある？ないよね。札幌あるよ。え、トンネルじゃなくって？広島少しある。え、そうなん？乗ったことないわ。じゃあ、ありがとう。アストラムライン、うわー、アストラムライン何回か乗ったことある。あのね、アストラムラインってね、なんか広島にアストラムラインっていう、まあ、なんか何なのかよくわからないんですけど、地下から乗るんですよ。確かにあれは地下から乗るんですけど、いきなり地上で着くんですよね。もう意味がわからない。地下から乗ったのになんで、なんかしかもなんかこう上に登ったなっていうこう感覚もなく、地下にいる、地下じゃない、地上にいるんですよ、降りるときは。もう意味わかんなくって、微妙にある。え、ちょっともうマジで意味わかんないの、あのアストラムラインのどうなってるのか。あの新交通システム、そうなん。いや、マジでね、不思議やなと思いながら。名前かっこいい、かっこいいよね、アストラムライン。なんかね、なんだっけな、どこに行くとき乗るかな、上野学園ホールとか。なんかなんて言うんだろう、あれどこら辺なんだろうね、私もわかんないや。なんかね、そういうところに行くときに乗ったりする、アストラムライン。でもね、乗るときは地下なんですよ。ちなみにパスピーで乗れます。広島は川が多いから地下鉄に向かない。なんか川多いんかな。川多いって言うけどあんまり感じたことない。あ、多いんかもしれんわ。地下鉄、うん、マジ詳しくない、わからん。
ストラムラインは結果地下鉄なんかな、あれ半分地下鉄みたいな。広島って運河じゃなかったっけ、何運河って、かっこいい銀河みたい分からんけど、かわいい、かわいいじゃなかった、川多いよねかわいいに見えた川多い、何運河って、運河って何ですか、銀河に似てる響きが、あ、かわいい、ありがとう。あ、運送ってこと、運ぶってこと、じゃあ銀河は何、銀河はなんだ、え、分からん、人口、え、そうなん、あんまよう分からんけど、尊い、ありがとう、人工的に作ったやつ、そうなん、銀河はまた別物なの。でもね、銀河鉄道とか言うもんね。ね、そうだよね。そういう問題じゃない。ありがとう。パスピー、パスピーね、広島でしか使えないですね。買わないや。うんうんうん。結婚してありがとう。散歩したら、散歩、まあご飯食べに行くぐらいだったらいいんだけどねちょっとめんどくさい。お腹は鳴った、お腹は空いた。暑いよね。てかみんな何してるの？みんなお盆休みなの？仕事？お盆休み？お外は危険？あれみたい、千と千尋に出てくる棒みたいなこと言ってる。ありがとう。仕事帰り、休み、あ、お盆休みの人もいる。うん。半々って感じがする。体調良くなった？なんか風邪ひいてたんですけど、徐々に、そう、薬ずっと飲んでていい感じ。相変わらず寝るときはダメだけど、鼻が。うん、お盆休みはしないか。
お盆休みずらそう、どっかに。9月作れそうですか？うん、かな。でも作れたら休み、絶対親知らず抜くって決めてるんですよ。親知らず抜きますなんぼ抜く1本上生えてきたんですよ最近。うん、残り2本あるんだけど、上下は両方なくって、上2本はあるんですけど、なんか上はあんまり生えないって聞くんだよね。で片方はもうなんか早く抜いてくださいねって言われてて、そしたら生えてきました。だからそのうち生えてくる、来ますよってなんか予言されて歯医者さんに、そしたら本当に生えてきて、じゃあありがとう、出てきました。共存難しいか、親知らずと。むずい、なんかあの何ですか、歯の歯並びに関係してくるらしいから、予約。でも私のなんか親知らず抜く専用の歯医者さんがあるんですよ。あのもうこの下、右の下も左の下も抜いてもらった歯医者さんなんですけど、本当に結構思いっきりがすごくて、なんか今日抜いちゃうみたいなテンションで前も聞かれてなんか結構親知らず抜くのってあのなんか予約とか大変なイメージあったんですけど、そこの歯医者さんはなんかやっちゃうかみたいな感じで、え、そう、しかもめっちゃ早いの抜くの。いやでも腫れた、埋まっとる方は腫れた、片方は。麻酔するよ。てか麻酔じゃなくってさ、なんかもう全部全身麻酔かけてほしい、ただの局所麻酔じゃなくって。なんか音が嫌なんだよね、なんか本当になんか工具みたいなのが出てくるから、もう本当になんか家改築するのかなみたいななんか工具が出てくるから怖くて。DIY 耳栓。でもさ、耳栓してもさ、自分の口の中のことだから多分音出るよね。活電動抜かないって言ってない、勝手に抜けてくれたらいいんだけど。
レットハートありがとう。うん、歯はねもう全部捨てます、捨てました。私断捨離で歯捨てたんで、取っておいた歯、抜けた歯捨てました、もう全部捨てました。いらないかなと思って、持っててもね、うん、何もならん。断捨離です。抜いた歯は捨てましょう、もったいなくないわ。ミニマリスト目指してるから。埋めなかったの？埋めないよ。まあ歯って骨なんじゃないの？だからさ、あの土には帰らないんじゃない？え？そんなことない？あ、カルシウム？え？骨だよね？歯って骨じゃないの？そう考えたらこう骨がむき出てるって考えて、うわー。歯残るよね。化石になるんだ。ネックレスにすれば、嫌だよ。そのネックレス何なんですかって言われて、これ自分の歯なんですよって言ったらめっちゃ嫌じゃん。この人自分の歯をネックレスにしてんの、やばすぎってなるよ。ちょっと嫌かな。青いやつありがとう。本当にさ、もうなんか欲しいって言わないでください。もう本当に嫌なんだけど。本当に本当にダメだよそういうの。本当に言わないでよ。もうなんかどんな変態なんですかって感じで。私さ、推しの歯欲しくないんだけど、あんまり推しの歯欲しいって思わんくない？あんまり推しでも歯はいいやってちょっと思うよ。髪の毛欲しい、ダメです。呪われるかもしれません。髪の毛ってさ、なんかさ、こう念がこもってる気がしません？怖い。髪の毛わら人形に入れる？最悪だ、もう本当にマジもう悲しい。わら人形に入れられたらもう悲しい。私もう本当に災難しか起こらん。髪の毛でなんか作った？え、作ってないよ、何も。作ってないよ。
ヘアドネはまたなんか別だな。ヘアドネはちゃんと美容師さんっていうか美容室、うん、なんか専用のところにね送るんだよ。しかもちゃんと束でね。推しの何がいいですか？推しの何が欲しいか？推しの可愛い写真がいっぱい見れたら嬉しいぐらい。推しが書く文章。とか、なんか愛、愛はいいかも。そこまで私は人によるんじゃない。私はね、いやもちろんもらったら嬉しいんですけど、そんなもうあのもう いらんことはないよ。いらんことはないけどないけどね。ありがとう。うん、うん、結婚してありがとう。可愛いもありがとう。遠くから見てるだけ？うん、そんなこともないけどね。いや、こんなこと言ってきながら実際になんかリアクションっていうかなんかレスポンスもらったらめっちゃ嬉しいんですけど、でもあのそのもらった時の喜びがめっちゃ嬉しいがために常にはいいかも。あのたまにでいいかもたまに、たまにで。謙虚？そんなことないよ。脳内です。脳内でいっぱいそういろんなこと考えられちゃうから。ありがとう。してありがとう。なんか手作りのもんとか食べたらもうぶっ飛ぶよね多分。推しの手作りのものなんて食べたらもうぶっ飛んでしまいますよ。もう多分何食べてももう幸せの味しかしないと思う。もう多分本当に美味しくないものを出されても美味しいと思う。うまいきゅう、うまいきゅう。
あすごい、彼女でもまずいものはまずい、すごいもう酷評だ。まあでも推しと恋人はまた違いますからね。違いよ、なんだろう、人によるのかもね。私は違うんだよね、違うと思うんだよね。分からん。推しには弱さを見せられない。いいじゃん。そうなん？そうなん？いいじゃん。ガチ恋？あ、ガチ恋って言葉ありますよね。あるわ。推しだけどガチ恋なんじゃない？ガチ恋多いですか？ちょっと。その質問は困りますね。私はあんまよくわからないですけど。それでは皆さん、ガチ恋ですか？でもね、そんなことない人いっぱいいるよ。素しか見せてない、もうウェルカムだよ。何でも見せちゃってありがとう。何押しでも OK。 いいよん。でもなんか30推しとか言われたらちょっとなえるかも。それって箔推しなんじゃねみたいな。婚姻届持ってきた人いないわ。どうやって持ってくるん？いないですよ。結婚してありがとう。私物サイン会でも1回しかしたことない。私物サイン会本当にあれなんだっけな、スペイビじゃない、なんだっけ、なんだったっけ、なんかその CD のなんかので、ほんと5人ぐらいかな、ほんとに数人だったんだけど、そう1回だけかな、やりましたね。ん？ 2回か1回か2回、どっちだ。そう、なんかお話し会の時にありました。1回5人みたいな感じだった気がするけど、なんかみんなでもサインしてほしいものを持ってくるんだけど、
私関連が多かった気がします。なんかパネルとか、ペンギンありがとう、めっちゃ可愛い、ありがとう。コインだけ持ってきても印鑑が押せないからダメなんじゃない。いや、あれ印鑑いるよね。印鑑買えばダメですよ。あ、中村振ってる？本当？困りました。いいことありませんよ本当に。たまには七並べ。いや待って、ここ最近めっちゃしとるんよ。私自分の順位ランキング入っとんやけんね。知らんかったでしょ。当たらない、知らん。やってるの、あの圧倒的くじが多いんです。あのなんでかっていうとゴールデンベッドタイムだから10個ハートかけれるんですよ、その時間帯。9時から10時のその9時の1時間だけ、9時台はハートが10個かけれるから、その時間帯がもう圧倒的にやってる。やるとしたらそこ、それ以外もたまにあるけど、順位を上げるために自分でそうよ。ハートはね常にめっちゃあるのだから、そうなの。ハート常に500個ってか、満タンで満タン500になるんですよ。で200台、300切って200台になったらまた500個に増える言うになってる。ハートが無限にもらえるんですよ。ちょっと毎回10ベットする。メンバー仕様です。21台そう、やることが多い。いや別にそんなこともない、なんか朝やってる時もあるし、うん、コインはたくさんある。うん、コインって、ね、止まった、もう何万、150万ぐらい、嘘もうちょっとあるかも。でさ
ソラハにさ、いや私コインめっちゃ溜まったんよって言ったら、ソラハもう200万ぐらいあってさ、あーってあー溜まっちゃうねーって、あーなんかそうなんや、使おう、なんか使うことがあんまないコイン。ガチャ、うん、自分のちょっと回したりするけど、お姉ちゃんがガチャだけ引きに来る。アイコンガチャ、え、アイコンガチャ全然ダンクない、あれ確率低い、結構なかなか出ません。ね、しかもアイコンガチャってさ、あれじゃない、なんか普通のカードのガチャはさ、なんか分かれとんよ、なんか一気ドラさんみたいな感じで分かれとったりするんだけどさ、多分アイコンは分かれてなかった気がするんだけど、なかなか出ないと思う。アイコン2000コインにするようにマイキューから言っておいてください。ちょっと無理ですね、残念ながら私に無理ですね。私さ、ちょっと前にさ、ちょっと前っていうか、まあもうちょっと前なんだけどさ、いつだっけ、なんかさ七並べの声取り直したんだよね、取り直したんだけど変わってるのかな、あれなんか自分の声だから分からんのやけど、取り直したんよ、そう変わってない、え、そうなの、うん、なんかあれ撮ったの5年6年前ぐらいで、最近また撮ったんですよ、半年前ぐらいには撮ったはず、そう変わってないか、そもそも自分の声が全く一緒なんかなと思って撮り直したよ。本人登場のアシャまだ、なんてコットだよねあれ本当に、なんかそのままやけど撮り直しだけした気がする。でもなんかクエスチョンめっちゃ気合い入れて撮ったはずなんやけどね。写真前のやつないよ、めっちゃね撮るとき恥ずかしい、なんかまあもちろんあの誰も喋んないじゃないですか、録音中だから、まあ私しか喋んないじゃないですか、でさなんか言っても誰も何も言わないし、まあそれ当たり前なんですけど、あ、はいはい次みたいなすごいセリフを一個一個言うの、撮り直すのちょっとね、そう一人一人やる、
声優、うん、私滑舌悪いから無理だよ。滑舌悪いな、滑舌が。滑舌も良くないし、そこまで声もなんかなんかうーんって感じ。舞台なのになんかセリフをめっちゃ噛むんですよ。本当に本番噛んだらどうしよう、どうしたらいいんですかいね噛んだらもうなんか噛んだらさ、多分その場の空気がさちょっとあれじゃないですか、あ噛んだってそっちになんかこう気を取られちゃうじゃないですか。めっちゃ噛んじゃう、滑舌悪い。アドリブ力、うん、ないないんだけど。自然に、確かに、まあ普通に話してて噛むことはある、確かに。なんかね難しいの、もう本当に難しくてさ、私さこういうの初めてだからさ、でもさなんかやってみてさ、じゃあそれじゃあやってみてって言われてさ、どうやってやるかもわかんないけどさ、なんとなくさ動きとかさつけてやったりしてさ、うん、ここはもうちょっとこういうニュアンスとかさこういう、うんとか教えてもらったりはするんだけどさ、もう分かんなくてでそうなってました。むずい、難しい。自分なりの表現、どうしようめっちゃなまっとったらめっちゃなまっとったらさ、どうしようかな。なまってるかもしれません。味あるの？自分役なら大丈夫？私自分の役演じるんですけど、私の役めっちゃ人見知りなんですよ。すごい人見知りの役なんですよ。まあ私だからなんだと思うんですけど、めっちゃ人見知りなんですそのまんま。あ本当？適任ですか？本当に人見知りなんですよ。もうめっちゃ人見知り、もうなんかあえあえあえみたいな、私本当に、いや、なんか、あれ、わからん。もう、あれまで。共演者の人と、え、あれだよ、ナッピちゃん？あの、ティフで、
今までね、まあ、ティフとかなんかそういうフェスとかでこう会った時に、なんか同期とはまあバイバイってする時あったんですけど、そうナッピちゃんとも会って、あーって、あーって、そうなんかそういうのが嬉しい。ナッピちゃん、ありがとう。あのさ、なんかおきちゃんがね、もうなんか雲上ひろなさんがめっちゃ可愛い、本当に可愛いみたいな言ってて、で、え、話したよってすごい嫌な嫌なマウント取った、え、話してよーんってそう、おきちゃんがずっとめっちゃ可愛い、おきちゃんでもよく言ってる。喧嘩してないよ全然。本当に最近は助け合いの精神で生きてますからね。本当ですよ、全然喧嘩してないよ。私さ、人のさ落とし物とかさ探すの大好きなんだよね。なんかさ、これ悪い意味じゃないよ、全然もう落とし物を探すの、なんかなくし物を探すのが大好きでさ、おきちゃんがさよくなくすの物を、なんか昨日も靴下がなくなったとか、なんかあの履いてきたものとかもなくなったりするんですよ、おきちゃん。で、もう探してあげるよって言って探すの大好きで、なんか人のこうなんかものを探してそれを渡したら、あー、ありがとうっていうのがすごい好きで、なんか人のものを探すのすごい好きなんですよ。ねえ、そう、おきちゃんは昨日は靴下がなくなった、もういいって言って、おきちゃんのイヤホン沖縄にあるから、そう、おきちゃんのエアポッツ、あの沖縄にあるって言ってたそれはちょっとね、さすがに探せん、難しい、なんかあるんよみたいなやつって、沖縄にあるらしいよ。エアポッツって結構なくしやすいんかね、私エアポッツ持ってないからあんまり、そう、わかんないけど、国際通りそうなの、なんか有線、あ、無線、ん、無線のイヤホン、Bluetooth みたいなのは持っとったことあるけど、うん、有線が結局好き。なんか なんでなんだろう、有線が一番使いやすくて、でもそのなんか充電できないっていう、確かにあれはあるね。
ヘッドホン、買おうかと思いましたよ。昔、誕生日頃には自分に買おうかなと思ったんですけど、結局やめましたね、ヘッドホン。でもなんか多すぎて選べん。なんかヘッドホンはもう本当にいろんな種類があるし、値段もいろんなのがあるし、うん、選べん。そう、なんか聞いたんですよ、いろんな、こうなんかヘッドホンって誰に聞いた、まひなさんかな、ヘッドホンなんかおすすめありますかとかいろいろ聞いても、なんか何を重視するかによって全然変わってくるみたいな。なんかノイキャンを重視するんだったらこれの方がいいしとか、なんかデザインだったらみたいな、なんかすごいいろんな、うん、なんかだからそういうので選べずになーなーになってて結局やめちゃった。金額いくらまでか分からん分からん。でもいい音聞きたいならね、ちょっと高いのじゃないとね。ヘッドホンの女の子かわいい。わかる、かわいいよね、ヘッドホン女子ってかわいいありがとう。ランチはいくらまで出せるか、2000円そんな感じじゃない、高くても、そんぐらいじゃんじゃない、1500円とか1600円とか1000円後半台も悪くない、結構。だから2000円。でもランチって結構なんかお安いのが多いから2000円持ってけば食べれそう、いろいろ。ランチ1000円、1000円で収まるところもあると思うけどね、分からん、お店によるんじゃないどうやろ、どこ行くかによるわ。繊維が少ない、わかる気がする、それは。うなぎ食べた？食べてない、うなぎはちょっと食べてないですね。土用の丑の日だった。でも最近なんか食にはあんまりなんかめっちゃもう、我慢しようみたいなことはなく、使うときは使うかも。やっぱりね、ご飯って大事ですよね。
中腕に1000円は使わんかも。だからどこまで出せる、だからここまでは出せるってところで、そう。富士そばとか行きますかって。何、富士そばってさ、東京にありますか。え、そば屋さん。え、東京ってさ、そばが有名ですか。そんなことない。え、なんか見た気がする、富士そば有名なんだ。立ち食い、え、立ち食いそば？そうなの？座りたいかも。座りたい。立ち食いそば、座りたかったらどうしたらいいんですか？座れるそばに行かんといけん。エアの、エア椅子？あー、エアでね。あ、座れるの？座れるところもある。カリありがとう。日高屋？え、めっちゃ好き。日高屋美味しいよ。日高屋のラーメン。前行ったよ。うん、美味しい。日高屋ね、あ、ない。え、日高屋ってさ、関東なのかな。広島ないよ。あとなんか、まあ、よく見たことないファミレスとかも見るかも。デニーズ、え、デニーズってさ、広島ないと思うんだけど、あれって関東なのかな。そんなことはない。ありがとう。わかんない、私が知らないだけかな。見たことないんだけど、広島で。広島で一番メジャー、ガスト。ガストか。あ、ジョイフルもあるよ。ジョイフル派。わかる、ジョイフル大好き。ココスもある、あるある。何、ロイホって。あ、サイゼリアあるよ。ジョナさんは見たことない。ロイヤルホスト、あ、違う、ちょっと待って、星になってる。点入れないと星になるんだこれ。ロイヤルホストっていう、あ、何これ、あれか、ちゃんぽん？ちゃんぽんのお店ですか？
あ、それはリンガーハット、あ、そうだ、そっか、それはリンガーハットだ、違った違いました、ちゃんぽんじゃなかった。ちょい高めのファミレス、行ったことないや。高級ファミレス、そうなの。バーミヤン、行ったことないの。桃みたいなやつだよね。なんか中華料理なの、あれは。中華料理のファミレス。行きたい。だって私中華料理大好きだもん。ガストと同じ系で、そうなの？中華の何好き？もう麻婆、麻婆です。もう麻婆、麻婆が一番大好き。麻婆。もう麻婆まるまる。麻婆豆腐でもいいし、麻婆茄子も好きだし、なんかあの味がすごい。辛いのがいい。新幹線ご飯つける、もちろん白ご飯がないと始まらないよ。いいね、ありがとう。四川風、わからん、そのなんか種類とかはよう分からんけど。なんかさ前さ、なんかまひなさんと一緒になんか中華料理屋さんに入ったんですよ。でなんかそのちょうど仕事で愛媛行ってる時に、愛媛だったの、愛媛のなんか行ったことない中華料理屋さんに行って、でなんか麻婆、まひなさんも辛いのがすごい好きなんですよ。だから2人で辛いの頼もうやみたいな言って、でなんかメニュー見たら、なんちゃら風麻婆豆腐みたいな、なんちゃら風麻、そう、四川風麻婆豆腐、なんたら風みたいな、何個か麻婆豆腐の種類があって、でなんかすごい値段も違ったんですよ。もうなんか800円と980円とみたいな感じで値段が違って、でなんかよくわからんくて、でその店員さんに、これ何が違うんですかみたいな聞いたら、なんか一緒ですって言われてで、みたいな、でも値段が違うじゃないですかみたいな言ったら、いいえ一緒ですって言われて、どう一緒なんやと思って、もう味もでまひなさんとすごい混乱しまくって、でも値段がみたいな、一緒ですって、全部一緒です、もう全部一緒ですって言われて、なんで、あ、一緒なんやってなって、でそう頼んで、全然一緒なんか分からんけど、食べ比べてないけんね。一緒らしい。あれでも一緒って言ってたもん。で料理長怒ってる。作り方が違ったりするんかな。なんかどっちが辛いんですかって言ったら、なんかどっちも辛いです。
ね、どっちが辛いんですかって言ったら、一緒ですって、どっちも一緒ですあ、そうなんですか、これなんか種類違う、でも値段がマジでこの会話をめっちゃ覚えてる最近麻婆食べたのいつか、2日前、2日前、2日前だった気がします。2日前に食べました、コンビニで買った麻婆豆腐食べました。大好き。いや、新幹線じゃないですよ、新幹線じゃなくて、あのホテルのなんかロビーみたいなところで食べましたフ違うんですよ、なんかスペースがあったんですよ、なんかちゃんと休憩するみたいな、ロビーで、なんでロビーか、そのなんかおきちゃんと一緒にコンビニ行って、おきちゃんと部屋が違うからここで食事しようって言ってロビーで麻婆豆腐を食べました。おきちゃんいるんだ、おきちゃんいるよ。昨日も本当はなんか配信始めたぐらいに松屋に行こうって連絡が来てたけど、ごめんって行けなかったです。カレー食べちゃったしねおきちゃんとご飯食べがち。松屋好きよ。カレー、いやー、なんかそのカレーは夜ご飯じゃなくて朝ご飯に置いてあったんですよ、それを持って帰った。そうお弁当持って帰ってなかったんかもね、か食べたんかもね。なんか私朝はあんま食べてなくって寝てたんですよ。なんかね、私の楽屋での過ごし方は、まず行くじゃん、着いたら2時間ぐらいメイクがあるの、まあ、16人だから、まあ、4人ぐらいメイクさんがいてくださって、で2時間ぐらいでみんなメイクするんだけど、1時間はとりあえず寝るの、まあ、着いて1時間先に寝るんですよ。寝て、でそう、みんな それぞれご飯食べたりメイクしたりするんですけど、1人30分、どうだろう、30分なんかな、その計算でいくと。そうなんまあなんだろう、30分全部使ったりはしないかもだけど、まあ、でも2時間メイクっていうか2時間メイク着替えみたいな感じです。メイクして着替えして髪飾りつけてみたいな感じですね。
7時間そう睡眠に当てます。とにかくとにかく寝ないとやっていけなくて、メイクしてから寝るとき、ないけど、ロケがあったりしたら必ずなんかそのテレビのところとか行ってメイクして移動だから、なんか山口とか、まあ、なんかちょっと遠いところとか3時間とかかけて行ったりとかするところでも先にメイクなんですよ。メイクをしてロケバスに乗って3時間移動とかするんで、もうその時はもうメイクして寝る、しょうがなく絶対先にメイクなんだよね。なんかそのテレビ局でメイクするみたいな感じなんで、崩れない、いや崩れるかも。だからロケ中に可愛い人はすごいって私は思ってますメイクさんも行く、メイクさんも行くけど、なんか髪の毛とかってアイロンとか使ったりするから、その何ですか、現地行ったら使えないから、顔のメイクはまあ直せるけど、ね、髪の毛はね寝てて崩れたらもうあーって感じですよねショールーム星投げなくなるっぽい、どういうこと、星でも今みんな投げとるやん、どういうこと、星投げなくなるの、このルーム関係ない、え、そういうこと、9月中に廃止、そうなん、9月になくなるんだって、8月中はある、やばい止まった、ちょっと充電が、いやーなんてこと充電が切れそうだった、本当にありがとう。イベントどうするの、確かに、でもイベントって最近ある、だからまあ出とらんけんかもしれん、イベントがあるんかいね、あったら困るね、確かに、捨て星、いや待って久しぶりに聞いたわその単語、ショールーム、あ星投げなくなったらもうあれだね、なんかイベントの時はまあ困る、寂しい、それより星ワード見直してほしい、いやなんか笑ってしまうよね星ワードになったらあーって、そうかそうかこれ星なんか、さっきも星なんてたよやけに星ワードになるなって、
タオルも NG。 なんで NG なんやろね、ショールームがタオルに何かされたのかもしれません。見る線になるだけ。あ、コメントはしてくれるんですか。ちょっとやめて、みんなその NG ワード書くの。やめてよ。コメントが欲しい。コメント欄は閉鎖されたら悲しいよ。されんやろ、大丈夫やろ、大丈夫やろ。コメントは、うん、嬉しい。コメントなしだと私が一方的に、今日はですねこれがあったんですよ、次はですねこれがあったんですよ、はい、それでは終わります。すごい悲しい配信になりそう。あ、一人語り、むずいよ。一人で語るのとかむずすぎん。ニュース番組しようかな。こんばんは、本日何時に何々がありました。記者会見、ラジオ、もうラジオとかもさ原稿とかあるじゃん。原稿とかないとできなさそう。だってなんかこれがあったんだよねって、そうなの、これこうなのって言われるからこうやって話せてるけど、それがなかったら報告で終わりそう。なんとかでした、以上中村舞でした、今日の報告は終わります。一人じゃね無理や。尺持たん、多分一日10分ぐらいで終わってしまう。そんな毎日何もないもん、本当に何もないですよ。毎日毎日何かがあったら困ります。何もないですよ、何もない日常。食べたものが美味しかったとか、今度これがあるよ、ある時だけ配信したら、まあね、確かにそういう考えの人もいますよね。それはわかるわ。けどね、なんかやっちゃうんだよね。まあなんか顔見せるみたいな感じ。無言で顔見せようかな。今日は何もありませんので、15分間顔を見せます。今日はこんな感じの顔です。ありがとうね。まあでもどっちも好き。なんか
どっちもの良さがありそう。別の毎日やってもたまにやっても。毎日配信見てたらファンになったよ。え、なんか嬉しい、それは。ありがとう。ありがとう、花。休んでもいいって。でも結構休んでるよ。うん、だって最近配信もそこまで長くなかったよ。うん、全然もう20分とか全然そんなできてなかった、ここ数日ね。うん、ありがとう。マイケルの配信癒される。癒し要素ある。マジ、やった。頭についてるの何？え、これ手。手乗せてた。手。声の質がいい。え、本当ですか。チーズありがとう。低い声。え、そうなの。高くしよう。洗濯物ほったらかしで良いの？え、ダメダメだよね。いや、わかんない。でも私が使ってるっていうのは書いてきた。あの、書いてきたっていうのはそのなんか書くとこがあったの。なんか今使ってますみたいなの。でもね、不可解なことが起きたの。なんか洗濯物で回してね、そしたらね、あの、次乾燥機に移し替えるじゃん。移し替える時にね、知らない人のね、あのパンツが出てきてね。え、待って、知らない人のパンツ一緒に回したかもと思って、なんか残ってたのかな、ちょっとね。びっくりして。そう、なんか回して移し替える時に気づいたんだよね。忘れ物でしょう。女性の、え、多分女性のだと思う、あれは。あの、形的に。ありがとう。いや、そう、でもこういうこともあるよね。だってコインランドリーっていうか、そうそう、だからしょうがない。いただかないですよ、さすがに。なんかさ、洗
洗濯絶対したいんだよね、荷物あんま持ってこなくして、だから洗濯回しちゃう、お金かかってでもやっちゃう。真珠ありがとう。小学校のプールで家から海水パンツ履い、海パン履いたけど普通のパンツ忘れた。でもそういう人いませんでした。私もさ、小学生の時にさ水着着てってたの。小学校の時とかさ、午前中にプールの授業がある時とかさ、もう最初に水着着てさ、服着てなかった？そう、着て行ったりせんかった？え、これあるあるだって。あるあるだよね。私あんと夏休みなんか学校のプールが開放されててさ、13時から泳げる時間帯だったんよね。やけどその毎日プール行ってたんだけど、もうプールが楽しみすぎて朝の10時ぐらいから水着着て待機して、家でっていうかおばあちゃん家でずっと待機して、でそう3時間ぐらいずっと水着着たまま過ごしてプール行ってたもん。着替え恥ずかしい、いや着替え恥ずかしい件とかじゃなくて、もう脱いだらすぐに水着になれるから。そう、水着よく着てた。いや、そしたら確かに忘れるよね。せっかち、そうかな、せっかちなわけじゃないよ、時間がとかじゃなくてこっちの方が効率いいじゃんみたいな。何時間ぐらい遊ぶ？2時間半ぐらい？毎日毎日2時間半ぐらいプールで泳いで、広い、いや平泳ぎが得意っていうよりかは、平泳ぎはあんま疲れないから得意っていうか好きなだけで。そうなんですよ、平泳ぎってなんか体力温存の泳ぎやない？分からん、プロの人はそんなことないよって思うかもしれんけど、なんか楽。今年プール、もうずっと千穂ちゃんと言ってて、今年は絶対にプール行こうねって。8月はでも無理だから、9月のどっかもし空いてたら行けないかなって言ってたんですけど、え、プールって9月までやってるのかな。確かに暑さ的にはいけそう。ナイトプールじゃない、スライダーとかがあるプールがいい。あの流れるやつとか滑り台みたいなやつとかあるやつがいい。一
室内ならやってると思う。いいな、やけんしね、室内プールは。遊びたい、遊びたいよ。Q さん流れる、流れるよ。あの流れるの最近流れてないからさ。なんか最後に流れたのいつだろう。学生の時だと思うんだけど、高校生もそんな言ってないから、中学生ぐらいの時かな。流れたい、流れるプール。流れられるんですよ。入ったことあります？あの流れるプール、すごいんですよ。オキポに水泳のイメージがない。オキちゃんは遊泳禁止されてるので。遊泳解禁しないとね。そうです、秋元先生に遊泳禁止されてるんです。おきちゃんでも確かになんかプールのイメージ、お風呂のイメージがある。見解ね、なんかあんまプールのイメージないな。お風呂のイメージ、温泉のイメージ、なんか冷たい水よりあったかいお湯って感じがする。露天風呂入ってそう、露天風呂。お風呂系女子、浮き輪持っていかんといけん。私お風呂嫌いなわけじゃないですよ、好きですよ。夜ご飯ある？今日まだね食べてないな。今何時だ？あ、7時23分じゃん。ここのねテレビにある。何食べようかな。いっぱい食べる。ウーバーイーツしようか迷ったんですよ、けどしてないです。ウーバー東京でしてないや。ありがとう。
そう、いや私何分やりました、何時からやってたっけ、1時間半ぐらいやってる、44から、すごい微妙な時間からやっとる45分に、そうだ予約切れたんだ、もうすぐ2時間、めっちゃあっという間でびっくりした、ちょっと風呂も入るけどちょっと洗濯物取り行くわ彼もジュースもありがとう、ちょっと待って壇上呼ぶけん、ちょっとさまださタワーのお礼かけとらんのよね、ちょっと探そう、でもいらっしゃらないかな、ちょっと違う日に呼び出そう、うんうん大丈夫よ、あ、いたー、ありがとうありがとう、忘れてないや、呼び出すけんね、ちょっと待って、ありがとう、ありがとうございます、男女呼ぶ、はやりんごさん、やまちゃんさん、かめきちさん、くまねパパさん、なんばのひそとさん、おっさんとさむさん、ふっちゃんさん、元町さん、坂道ふしさん、きなべこさん、あおさん、N2F さん、トールさん、ありがとうございます、何食べるか予想してみて、私が何を食べるのか、おー、それではそれでは、ありがとうございました、見てくれた皆さん、まだ